悪には悪の品というものがあるんです。いやいや、逃がしゃしないよ。はいどうも、ブラックノートです。カゲロウダークサイドプリンセスの続きやっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。さてストーリー進みましょう。バトル開始。チャプター3、暗中飛躍。はいはい、準備はよろしいでしょうか。はいはい、準備はよろしいでしょうか。はい、準備 OK です。カイリアさん、まったく厄介なことになったね。なんだなんだ、やっぱり出ていかなきゃダメなの。古城を出ていくんですか。どういうこと。そうですね、こうなってしまった以上早くしないとここにも奴らが来ます。早くしないとここにも奴らが。まあ、前回ゼノさんが逃走を図ったということで、まあ、成功したんですけれども、騎士団に戻って、で、なんか、騎士団に、ね、主人公たちのことを、チクって、そっから増援がいっぱい来たとか、そういう話で、なんすかね、きっと。なんか急に立場が逆転しちゃったなどうしたどうした。まったくだよ。なんか、予定が狂っちゃったよね。さあ、ゆっくりおしゃべりする時間もないですよ。姫様、そろそろここ。そろそろここ。キュフー！リリアさんのキュフーはなんか、ほんま独特ですね。うわ、派手にやらかすな。やっべ、もう包囲されてんの、もしかして。ここはもう、おしまいです。ここはもうおしまいです。魔女討伐に失敗し敗走したゼノは手傷を負いながらもどうにか王都へと帰還した。そのことはゼノの所属する王国遊戯軍を束ねる第七席国務大臣ガラハにも報告がもたらされた。ガラハさんね。ガラハはそのことを聞くと、はいはい、一隊を率いて王都を進発しレグリナのいる古城へと向かった。来んな来んな。しかしガラハはこの時全ての行動を隠密裏に行っていた。ふむ。ガラハにはゼノの報告を聞いた時から密かに期するものがあったのだ。密かに期するもの、なるほど。この際だからね、ゼノさんが失敗したっていうことはその汚名を注いでね、一発活躍してちょっとまあね、功績を立てて、うん、偉くなっちゃおうみたいな、昇進しようみたいな、そういうことですかね。どうだ、突入口は確保できたか。ガラハさん、ちょっとなかなかねえ、ビジュアル的にヒゲ、そして頭、
陰でますね。あ、いつでも侵入できます。いつでも侵入できます。ちょっと眉毛が可愛いぞ。では城内へ侵入して魔女を討伐せよ。城内へ侵入して。かしこまりました。かしこまりました。手はずは整ったぞ、ベイル。ベイル、誰かもう一人いんのか。うん、そのようですね。わあ、なんか釜っぽい、この人。いいですか、聖言の回収が最優先ですよ。そしてそれが全てです。聖言の回収が最優先、はいはい。そんなことは分かっている。抜かりはない。抜かりはない、ガランさん。まああなたが失敗しても後は控えているんで、その点については安心して死んでください。ガラホさん、捨て駒やないかい、ちょっと。貴様風情が国務大臣相手にいいよ。誰が死ぬか。国務大臣がよ、結構偉いじゃないか。国務大臣ですら捨て駒か。すごいな。それよりも、俺の手並みを見ておけ。これは俺の掴んだ情報からの作戦だ。お前は指をくわえて眺めているがいい。ガナハジャン、新アリエです。お手並み拝見。お手並み拝見。賞金はいただきだよ。セリーヌさん、盗賊施設傭兵部隊。耳の早い女スカウト。真面目に働くのが嫌いで、一攫千金が好き。魔女を捕まえれば賞金がもらえると聞き、知り合いを誘って討伐に参加した。なるほど、盗賊なのに参加したのね。はいはい。見てろよ。ロージェさん、サングラスが素敵ですね。サングラスか、あれゴーグルの方がいいのかな。職業突撃兵、施設傭兵部隊。腕っぷしに自信のある男で、本職は兵士。セリーヌの誘いに乗って賞金首であるレグリナを狙う。レグリナを捕まえてセリーヌにいいところを見せようと思っている。つまりセリーヌさん好きなんですね。盗賊ですけれども。あ、弱点ないな。よし。あんな小娘、すぐに捕まえてやるぜ。けど多分セリーヌさんの方はあれだな、盗賊なんで。うん。きっと、ベアトラップ系とか無効化されるんじゃないでしょうか。姫様、こちらをお試しいただけば幸いです。はい、なんでしょう。敵を電気状態にする。はい。礼拝堂の倒れる柱を倒して敵に当てる。ワンコンボで屈辱値を1000以上稼ぐ。うわー、なんか屈辱難しそう。大丈夫か俺。セリンさんとか来とるな。よし、まずは簡単なお願いからね。なんだと。やれやれ、お前を捕まえればいいんだな。テオドール突撃兵、施設傭兵部隊。ロジェの友人で、兵士としては同僚。誘われてやってきたがあまり乗り気ではない。ロジェがセリーヌに騙されているのではないかと心配している。なるほど、ロジェさんの親友みたいなもんですかね。けどセリーヌさん盗賊だもんな。確かに信用ねえな。まあああいう感じじゃ仕方ねえか。まずい、こっち来んな、こっち来んな。今回からね、ちょっと明るさを変更してみたんで、少しは見やすくなってるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。とりあえず、電気っすね。はいはい。多分セリーヌさんには効かねえからな。よいしょ。よし。あ、クソ、外れた。やべ。やばいですやん。よいしょ、こっち来い、こっち来い。よいしょ、ビー、よし。仕掛けやトラップにはヒットした時に相手に状態異常を引き起こすものがあります。状態異常には様々な種類があり、今ご覧いただきました、電気状態はしびれで動きが鈍ります。敵の攻撃にもこれらの状態異常を引き起こすものがありますので、そういった攻撃を持つ敵には特にご注意ください。はいはい、了解です。次なのですが、姫様こちらをお試しいただければ幸いです。重戦士にメガロックを当てると言われましても、多分盗賊突撃兵突撃兵なんで重戦士がいねえな。まあ後でクリアしろっていうことなんでしょうね、きっと。
部屋の仕掛け。屈辱値を稼ぐのどうしようかね、ほんと。釣りローとか入れれば。あー、いやいや、待て待て。どうしよう、どうしよう。バナナの皮。バナナの皮で。バナナの皮。トイハンマー。トイハンマーで。いや、待ってよ。待ってよ、待ってよ。トイハンマーでやった後で。スプリングフロア。いや、違う。プッシュウォール。いや、待てよ。ギルティアン、スピアトラップ。決まるかな、これは。いや、ちょっと待て。他のところに行こう。今当たったのって、というか電気椅子のたのってテオドールさんだったのね。ここは戦略的撤退。よいしょ。とりあえずね、礼拝堂の方のミッションからこなしましょうかね。よいしょ。逃げろ逃げろ。そい。よし、来た。そいでそいで。バナナの皮ってどうなんでしょうね。ベアトラップ。バナナの皮ほんとマジどうなんだろう。よいしょ。落ちなさい。ほい。あー、ダメじゃないかこれ。よいしょ。やっぱそっち方面にしか行かないのね。はい、了解です。あー、まずい。近づきすぎた。あー、危ない危ないっす。おのれ。ベアトラップだけじゃちょっと抜けられてしまいそうな恐れがありますからね。どうしたものか。そうだ、スプリングフロアで吹っ飛ばした後に、まずペンディラムの方がいいな。ペンディラムでウィーンってやってからベアトラップ。どうでしょうか。こんなところでどうだろう。まずい。くらい。よいしょ、よいしょ、よし。いった。いいね。ヒム様、これちょっとお願いできないかな。はいはい。ワンコンボで残虐値を600以上稼ぐ。残虐値を600以上ね。難しいんじゃないでしょうか。残虐値。パイプオルガン。パイプオルガンをどうにかして利用できないかな。じゃあ、
ここでも確かパイプオルガンって当たるんかな。当たるんじゃね。プッシュウォールでペンディラムで吹っ飛ばしますの。でスプリングフロアでいけねえかな。いやーなんか無理くせえ気がするけど、ダメかな。いやダメな予感がするな。まずい、まずいです、これはまずい。あぶね、まずい。とりあえず回復しないとまずい。やばいやばいやばい、これはやばい。セーフ。よいしょ、逃げまくっての。結構逃げてんね俺。よいしょ、他に残虐値稼げるところがないのか。残虐85、チャリオットの戦土、大砲屈辱、残虐をバーンと稼げるところが欲しいのですが、よいしょ、ここもないな。はてさて、どうしたものでしょうか。やっぱパイプオルガンとかで稼ぐのが一番ベストでしょうかね。ベストなのかな、ベストなのかどうかはちょっとようわからんが。いや、ペンディラムでしょ。いやもうペンディラムで、ペンディラムでギロチン、ほうほうほう、なるほど。あ、ギロチン持ってきてるな俺、そういえば。どうだどうだどうなんでしょうかこれ。よし、来なさい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あーダメか、そのまま死んだ。ざまねえな、ロジェさん、グッバイ。あーコンボ外れてしまいましたがな。パイプオルガン、あーまずい、まずいですよ。部屋の仕掛け情報、他残虐が法要の女神像くらいしかないですね。こっちでベアトラップベアトラップ、ベアトラップ、どうしたものやら。困ったぞ。多分等速の方はね効かないんですよね。床のトラップとかね、
ならもうこっちでやるしかないじゃないかっていうか、と言いまし、と言われましてもね。ふーむ。そうだなぁ。やっぱ仕掛けを使わないとね、ワンコンボこれだけっていうのはむずくないっすか。むずいっすよね。マジパネーっす。よいしょ。逃げろーん。ギルティーランスで。で、やった後に。ギノチン。これワンコンボでいけるのか？ほんとに。ワンコンボでいけるのが謎いぞ。謎いつうかいけねえんじゃねえ。データデータ。メディウムのお願い。エネミー情報。そうだよね。火薬だるってなんだ。火薬だるって残虐じゃない。カレーだ。火薬だるカレーなのか。ちょっと扱い、火薬だるの扱いってそんなんでしたっけ。よし、来てるね。来とりますね。来とりますことね。よし。あ、外れてやんの。畜生。なんてことだ。悲劇だ。かわしますよ。よし、かかった。よいしょ。よいしょ。あー、ダメだな。あんな女の口車に乗ったばっかりで。テオドルさん、さらばじゃ。やっぱダメじゃないか。よし、わかった。先にこれを狙おう。トリハンマー、とりあえずね、釣りローとかに入れれば、あれなんじゃないでしょうか。ゴールデンホース。で、スプリングフロアじゃないや。プッシュウォール。スプリングフロアで、プッシュウォール。どうだろう。これで稼げないだろうか。痛い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 。おっと。落ちなさい。あれ。あ、まずい。HP がまずいことになっておりますが。よいしょ。危ない。危ないっすよ。っていうか今チャリオットは外向きですね。危ない。あ、しまった。違うっての。ダメだ。まずい。あー、くそ、範囲狭、範囲狭。ちょっと問いハンマー、ちょっと予想以上に範囲が狭かったぞ。どういうことだね。仕方がないな。バナナの皮を落としておきまして、
やーでも難しいなこれ。スプリングフロア、プッシュウォール、いや違う、トイハンマーでやった後にゴールデンホース、違う、スプリングホース、スプリングホースってなんだよ、ゴールデンホース、スプリングすんの、プッシュウォール、これだな、はい、よいしょ、バナナの皮、痛い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 、あーそっか、バナナの皮を食らわないんだ。あーもうこいつめんどくせえ、この盗賊、くっそーもうおとなしく倒すか、いや、いや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 待ってくださいな、せめて残虐とか稼ぎたいよね。あら、なんで当たってんのあの人、アホでしょちょっと、まあ俺もよく当たりますけど、あそうだ、残虐稼ぐならあそこがあるじゃないか、こっちのね、審判の刃、そうだそうだ、これがあるじゃん、これどうなの、やっぱあの盗賊はやりづらいな、ほんとね、うわー、ギロチン、審判の刃、これだ、使用回数1回、使用回数1はちょっとあれかな、あ審判の刃を使うって、なんかここのメディウムかの後々のお願いなんかあったような、ちらっとウィキ見たけど、うん、取っておかねばなるまい、ならそうですね、これほんとどうしろって言うんだよマジで、で、ギルティーランス、いや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 、しかもあいつは床の攻撃が通用しない、そう、そこ重要、重要すぎるわマジで、ベアトラップで、ベアトラップ効かないってだから、くっそー、ほんともう厄介すぎるよ、ペンティラム、ペンジアムで吹っ飛ばしての、フーム、ギルティーランス、ギルティーランスで貼り付けにしまして、これで吹っ飛ばす、これだけで果たして稼げるんだろうか、2コンボで、難しいと思うな俺、やっぱギロチンまで含めないといけねえんじゃねえかなーつう気がするんですけど、まあね、試してみよう、これでいけるんじゃねえ、いけなかったらもう泣くしかないマジで、
残虐ですね、残虐。もう一回仕掛け。電気っす、電気っす。電気っす、OK。あ、そっちから?そっちから来んの?あんた。そっか、盗賊。もう盗賊大っ嫌いだ、俺。こっち来んな。こっち来んな、マジで。よいしょ。おっと。よいしょ。あ、俺吹っ飛んでんじゃん。あかん。あかんことになっております。なんつう、自分のかけた、仕掛けたトラップに自分がかかるっていうね、なんとも。もういいや、メディウムのお願いとかは、あれですね、まあ、セーブファイルを2つ作って同時進行かなんかでこなしていくことにしましょうかね。まずは、まあ、アーマーブレイクぐらい、アーマーブレイクさえできればいいや。そういう路線で行こう。じゃねえと無理だわ。無理だわ、ちょっと。よいしょ。でも一応、最後ラスト狙ってみるよ。賞金は惜しいけど、命あっての。あ、逃げた、あいつ。なんだと。逃げ上がりましたね。ルイーザさん、ハワードさん、フェルナンさん。ほう。一人逃がしてもうた。なんたる失態を。あなたは一体。あなたは一体。はい。フェルナン、一般人。老いた母を何よりも大切にしてる。近隣でも評判の高校息子、森に薬を取りに行ったところを雨に降られ雨宿りのために白い迷う。なんだお前。一般人か。フェルナンさん、はいはいはい。あなたは一体とか言いつつ、うん、一般人なら別に。ん、あっ、なんで?一般人なのに攻撃してきたぞ。なんだ?なんだこいつ。一般人なら別に敵じゃねえかなとか思ったんですけど、敵みたいですね、どうやら。どうやら敵みたいだ。よいしょ。ぐるっ。というか、不法侵入じゃないか、こんなところまで。どうしようね、一般市民だから逃がした方がいいのか、殺した方がいいのか。ああ、でもなんかこのゲームのノリ的になんかやった方が良さそう。よいしょ。ベアトラップにでもかけてやっておきましょうかね。はい、おいで。お前を串刺しにしてやるよ。ハワードさん、突撃兵長王国騎士団、粗暴で短気な男で軍隊内で殺傷事件を犯したために懲罰部隊に送られたことがある。今もすぐに最前線に送られる立場なのでひどく捨て鉢になっている。やっべ、捨て駒来たこれ。あんだこらあんだこらって、あんだまずい、引っかかってる。苦しまずに済むよう一撃で葬ります。ルイザさん、得意武器に似合わず気遣いの細やかな女性で、騎士になった今でも針と糸を携帯している。小野騎士か。はいはい、こいつアーマーブレイクできたんだっけ確か。とりあえず一般市民を殺そう。死んでもらー。
なんか勝手にハワードさんがかかってるんですけど。フェルナンさん、よいしょ。スプリングフロア、バナナの皮に、ベアトラップ、メンギラブ、ゲロチン、どうだろう。そこよ。おっと、そこに仕掛けられないっていうのはちょっとな。よいしょ、そこにいるんだぞ。まずい、ウリア、さらばフェルナンさん。メガロック逃がさん、逃がさんぞフェルナンさん。あっはっは、君はここで死ぬので。うわまずい。何をやってるんだ。チャリオット、ちょっと主ですよ。そこらへん少しねえ、なんだったんだ。早く帰ろう。わ、逃げられてるじゃないか。結局逃げられてるかな。もう仕方がない。アーマーブレイク、アーマーブレイクを狙いつつ、攻略していこう。あれ、回復ポイントがなくなってる。まずい。どの道エントランスまで戻らないと回復ポイントがないんでね。というかまずいよねこの状況。というかチャプター3ですでにこれだけ手強いとは、手強いとはっていうか俺が下手くそなだけなのかもしれませんけどね。多分下手っぴだ。よいしょ、というかレグリナは向こうから出られないのね。はいはい、とりあえずルイーザ、いやハワードが邪魔だな。ハワードを先に消した方がいいんじゃないでしょうか。これはよいしょ。エネミー情報、ハワード、何もないな。ルイザは、大体分かってた。ハワード、ルイザ。やっぱ来てるね。さあ、どうしようか。ペンディラムで、飛ばした後プッシュウォールでギロチン。さあどうでしょうか。ハワードさんだけを狙うわけやな。よいしょ、かかった。よいしょ、全然かかってないじゃないか。くそ、どこに飛んでってんだよマジで。ペンティラム。ねえほんとね、ペンティラム。よいしょ、なん、この騎士っていうぐらいだからやっぱ投げるのね。わかります。とりあえずハワードさんを撃退しよう。
やんべ、もう超グダグダですよ。38分経っとるかな。おいでー。あー、まずい。やっぱ発動してからじゃ避けられないか。発動してからでも避けられるかなとか思ったんですけどね。よいしょ。とりあえずハワードを撃退しておこう。どうせ俺たちはステイしよう。よくわかってるじゃないか。さらばだハワードさん。で、ルイーザさんだけになりましたと。ルイーザさんだけになったということは、よし。心置きなくアーマーブレイクを。ルイーザーは床からせり出す攻撃。ね、というと、まず、コンボを当ててからの、なるほどね。じゃあどうすっかな。床からせり出す攻撃ね。ペンディアム、ペンディアムは最後まで取っとかないとな。とすると、効かないんだろ。ネーミー情報、ルイーザーは セレクトヘルプ。そうだよね、体を挟むもの。床からすり出す、床から釣り出すのは効くのか。体を挟むのが効かないだけで、スプリングフロアはもしかして効くんじゃないでしょうかね。え、多分きっとそうだよ。じゃあゴールデンホースに加えてペンディラム、これでいけるかな。どうなん、残暑。よし、来てるね。カモーン。よいしょ。ほい、吹っ飛んだ。よいしょ。よいしょ。よし。崩れた。よし、もう一回いけるでしょ。さらば、最後は。よいしょ。最後はゴールデンホースで殺してやろう。よいしょ。ゴールデンホースでちょっと無理かな。何をやってるんだっていう話ですよね。ほんとね。まずい。なんてこった。あ、まずくないこれ。よいしょ。よし。終わったかな。用意してるとか。よし、なんとか、なんとかっていうか散々な結果ですけどね。リザルトに1回入ったということで、ここで一度切りましょうかね。というか多分やり直すと思います、ここまでね。よいしょ。ふむ。よし、じゃあここで切ろう。じゃあ、また次回進んでいきたいと思います。この続きからね。
ではでは、また見ていただけましたら幸いです。ではでは。